バイオハザードベンデッタはゲームバイオハザードシリーズをもとにハイクオリティ CG 技術で描くフル CG 長編アニメーション映画2017年5月27日に公開された2012年に劇場を公開されたバイオハザードダムネーションと同様ゲーム版の設定を継承した完全新作である時系列上では6と7の間に位置する CG アニメ映画シリーズでは初めて登場するクリス・レッドフィールドが DM から引き続き登場するレオン・エス・ケネディと初めてタッグを組むほかレベッカ・チェンバースが例以来の登場を果たす。またバイオハザードシリーズを代表するクリーチャーのゾンビが前々作バイオハザード・ディジェネレーション以来の登場を果たしその大群をクリスとレオンが CG アニメ映画ならではのアクションと レイアウトで倒していくシーンも盛り込まれている。タイトルのベンデッタは復讐を意味する。制作会社は DM から一新されており、ホラー要素とダイナミックなアクションシーンが増やされている。制作組織の清水隆によれば、もともとは原点回帰としてホラーの部分を強化してくれと言われていたため、その部分を強める予定だったが、参加した時点では監督すら決まっておらず、 後に、辻本隆則が務めることが決まり、ならばどう考えてもアクションに転がした方がいいに決まっているとして、現在に至った。また、脚本家の深見誠は、本作の時系列が6の後であるという設定を明かしている。清水は、ゲーム版の本編キャラクターを死亡させたいことやレオンの幼少期を描きたいことへの要望を出していたが、カプコンの小林博之に、 ごめんなさいと断られた。小林によれば、カップコンを背負うキャラクターなので、映画で設定を固めてしまうと、ゲームのスタッフに怒られてしまいますということであり、ホラー映画で幼少期を描くのは、正しいセオリーとしてあると思いますが、うちで長年やってきたキャラクターは、ゲームを楽しみにしてくれているファンのものでもあるので、簡単に新しい設定を決めることはできないということでもあった。 小林曰く本作の女性キャラクターはジル・バレンタインという案もあったが、すでに彼女はゲームや実写映画の方で活躍していたこともあり、ゲーム版との時間軸の兼ね合いで採用しにくかった上、その時期に小林が1と 0HD リマスターに関わり、久々にレベッカと再会したことと、彼女が旬のキャラクターであったことが決め手となり、採用となった。 中国のバイオテロ事件から1年後の2014年。対バイオテロ組織ブザ、北米支部隊長のクリス・レッドフィールドは、生物兵器を扱う武器商人グレガリアスの調査中に捕らえられたエージェントを救出するため、メキシコ軍特殊部隊とともに拠点の洋館へ突入する。しかし、エージェントは、家族ともども殺害されていた上、部隊は、 洋館の各所に仕掛けられていたトラップと、アリアスによって、敵味方を区別する高度に制御されたゾンビたちの襲撃に遭い、壊滅してしまう。4ヶ月後、クリスの STARS 時代の元同僚で、シカゴ大学の教授及びブザのアドバイザーを務める、レベッカ・チェンバースは、全米各地でゾンビ化病を引き起こしていた未知のウイルスを発見して、ワクチンの作成に取り掛かるが、 その直後に大学で発生したバイオテロに遭いウイルスの解析データや試作ワクチンを焼け払われてしまう。救助したレベッカからゾンベカ病の特性が欧州で発見された寄生虫プラーガのそれと告示していることを知り、クリスたちはかつてプラーガを用いるカルト教団と戦った DSO エージェントのレオン S ケネディに接触する。詳細は バイオハザードシリーズの登場人物やリンク先の個別項目を参照。声優名は英語版、DVD ブルーレイ版の日本語吹き替え版。ありがとうございます。